もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙の3人が世界で気になったニュースと世界ウーマンのコラムから楽しくおしゃべりします。こんにちは。この1ヶ月毎日豆乳を作っている本田理沙です。今日も里子さんとローズさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎日豆乳すごいね。大豆からってこと？そうなんですよ。大豆ザラザラって入れて、お水入れてピッてやると30分ぐらいかかるんですけど、できます。あ、でも30分って早いね。あ、そう、早いね。そうなんですよ、うん、朝ね、なんかバタバタしている間にできるんですよ、うん、へー、ご飯だから早いよ絶対。あ、そうだ、その感覚でいけばいい感じだと思います。やっぱりね、豆からやると香りがいいですね。あ、そういいな、うん。なんか豆乳とかってさ、やっぱりそのエストロゲンとかがさ、イソフラボンだっけがさ、すごく女性ホルモンによくってさ、うん、なんかお肌の調子とか変わった？そうそう、なんかいい、そうそう、肌の調子はいい気がします。いいね。そうです、ね、なんかきっかけあったの始める？なんだろうね。なんかたまたま思い出したんですよね。なんかあの中国人のルームメイトが朝豆乳作ったの、うん、あれ美味しかったなみたいな、あの市販で買った豆乳飲んでる時に、なんか、あ、これも美味しいけど、なんかその中国人のルームメイトが作ってたやつが、あ、美味しかったのをふっと思い出して、あ、じゃあ豆乳メーカー売ってんじゃないと思って調べて買って、うん、日本にも売ってるんだ、うん、普通に売ってました。そんなにメジャーな感じじゃなかったけど、まあでも探せばありました、うん、いくらぐらい、ちなみに？ですね、まあ、ピンキリですけど、安ければ6000円前後で、あ、結構いい値段ね。そうですね、はい、もうちょっとおしゃれなやつとかだったら1万円ぐらいで売ってます。でもさ、その大豆をさ、うん、ふやかす時間とかは、なんか前の日に一晩つけとかなくちゃいけないとかいうのがあるわけ？あ、それがないんです。すごい、だからそれは便利。そうなんですね、それはお手軽だわ。そうなんですよね、うん、普通一晩つけてからって感じだと思うんですけど、うんうん、飲もうと思った時にもうカラッカラの大豆とお水を入れてピッてやるだけです。すごい、欲しい。なんか欲しいですね。多分ね、売ってるやつとね成分は同じだと思うけど、なんか欲しいですよね。いやでも私もね、なんか飲んだことあるのな。何だったかな、やっぱりね、中国人の誰かお友達が朝、うん、出来たて豆乳を飲ませてくれた記憶がある。でしょ。それはさ、でもさ、甘み的には大丈夫なの？なんかさ、うん、甘みが足りないんじゃない、大豆だけだったりしたら。いやいや、無糖でね、天然の甘みで、うん、全然大丈夫、いけるいける、うん、そうなんだ。より欲しい、まあ、より欲しい、うん、朝ね、あったかいの飲むと染みますね、やっぱり。へえ、いいね、いいね、はい、いい。なんかたまにね、リサさんが教えてくれる情報、リサショッピングでなんかね、売ってほしいわ。売れるんじゃない、売れるんじゃない。もう2人は買いたくなってるから、買い、うん、今も買いのボタン押す直前ですよ、ね、あ、じゃあ、はい、おすすめのやつちょっと今度からリストにしておきますんでお願いします。ここから、はい、飛ぶと私にこう、あれが入るようにしておきます。マージンが入るよ、ね、マージンが入る。というわけでですね、はい、今日もですね、うん、3人が気になったニュースから発表していきたいと思います。今回はですね、はい、はい、私からエリザベス女王、はい、バービー人形に即位70周年記念というニュースです。はい、はい、はい、エリザベス女王が即位70周年ということでですね、有名なバービー人形ありますね、 あれが、はい、エリザベス女王のバービー人形を発売しましたよというニュースです。うん、そもそもね、やっぱりもう96歳なんですね、エリザベス女王は。うん、だからね、もうなんだろう、すごくやっぱりおばあちゃんなんですけども、でも人形になるとやっぱ、うん、あ、すごい綺麗みたいな、なんかやっぱ人形って女の子の憧れだなみたいな感じがあるんですよ。そうだよね、そうね、これね、私今画像見てますけど、うん、
ちょっと服装でわかるけど顔だけだとちょっとわからないですね。顔だけだと40代ぐらいかな。うん、40代ぐらい、ね。まあ、代ぐらいね、髪白いけどね。そうそうそうだね。でも可愛いね。可愛い。確かに。そうそう。気品はあるよ。本当に漂ってますよ。うん、でもなんかすごい、あのバービー人形ってこうやってね、なんかすごい有名な方をモデルに商品化するんだと思ったんですけれども、なんと調べてみたところ、うん、別にあのすごい珍しいことでもないみたいですね。他の、あ、そう、はい、他の有名人もですね、実はバービー人形になっていたりとかして、2019年なんかはですね、黒柳徹子さん、はい、ちょっと同じ路線な気がしましたけど今でもね、着物着てるのしかもすごく華やかな、それ気になる、ね、あと大阪直美さんも、さとこさんの好きな、あ、なるほどね、はいはい、を始めですね、まあ、日本の方もそうなんですけれども、他にも、うんうん、あの、キャサリン妃と、あの、はい、旦那さんですね、とウィリアム王子、そう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 、ウィリアム王子とキャサリン妃ですね、うんうん、とか、うんうん、あと J.K. ローリングスさんとか小説家とか、はい、はいはい、なんかもはやのキティちゃんみたいね、何でもなっちゃうみたいな確そうだね、うん、あ、じゃあバービーってことはあれなの、イギリスの会社なの、バービーは。もともとカナダの会社で、確かちょっとごめんなさい、うろ思い出なんですけど、アメリカの会社が販売してるような話をウィキペディアで見た気がします。そうなんだね、うん、そっか、はい、あの日本はリカちゃんよね。あ、リカちゃんね、そうなんですよ、あとジェニー、ね、ジェニーだった、あー、なんかいたよね、うん、あった気がするな、そうなんですよね、やっぱり日本はね、あのリカちゃん人形の方がね人気が強くてですね、うん、あの一時期バービーも売れなくて、あの撤退みたいになったらしいんですけど、うんうん、もまあその後やっぱりバービー人形も売り出したところ売れるようになってというね話がありました。ただちょっと面白いのが、あのバービー人形じゃなくてリカちゃん人形を出してたのが確か宝かどっかですよね、うんうんうん、はい、そうだと思う。そしてバービー人形も宝が売ってるっていう、あ、そうなんですね、どっちも、はい、そこのシェアは宝が売ってるわけなんですね。そうですね、やっぱ着せ替え人形っていうところではね強いので、という話が私からのニュースでした。はい、ありがとうございました。次はローズさんお願いします。あ、はい、私はですね、うん、あのドイツの話です、今日は。お、はい、ホランダじゃない、はい、うん、お隣ね、うん、はい、ドイツの動物園でイノシシのプーチンさんの改名式があったそうですイノシシのプーチンさんの改名式ですか。はい、はい、なんかね、もうなかなか戦争も落ち着かないですけど、うん、このイノシシ動物園に、うん、ドイツの南東部のメールマイゼル近郊にある動物園で3年前にプーチンと名付けられたイノシシの改名式が行われたそうです。で、この、はい、このイノシシはですね、もともとロシアの純血種の遺伝子を受け継いでいたため、プーチン大統領にちなんで名付けられていましたが、まあ、今回 の、 あの、うん、ウクライナ侵攻を受けて新しい名前を募集したところ、ドイツの人気小説の主人公の名前に決まったそうです。なんかね、そう、プーチン、イノシシに名前、プーチンっていう名前がついてたんだなっていうのと、うん、わざわざちゃんと変えたんだなっていうところが気になりまして、うん、はい、今週はこのニュースを上げさせていただきました、イノシシは認識するのかな、名前って。なんかさ、ほら、うん、やっぱりペットっていうかさ、ワンちゃんとか猫ちゃんとかはさ、ね、自分の名前にこう振り向いたりとかするんだろうけど、確かに、うん、イノシシはいかがでしょうかね。どうだろうね、まあ、とりあえずまっすぐ行きそうなイメージがすごい強いです、ね、うん、ちょっと相撲しんでそうですね、ね、まあ、なるほどね、影響はね、うん、強いですからね、やっぱり、ね、そうだね、うんうん、そうだそうだ、ありがとうございます、うん、では最後にさとこさんお願いします。はい、はい、私はですね、日本のニュースなんですけれども、あの最近ね、日本のハイテクのお墓が世界も衝撃驚くぐらい
発展してるよっていう話なんですけれども、これね、うん、皆さんご存知ですか、最近のねお墓事情、お墓っていうか、まあ、納骨っていうのかな、納骨堂みたいなところで、まあ、私なんかね鹿児島の田舎出身なので、家に帰、まあ、実家に帰るともうザお墓っていうかね、山の斜面にこうお墓が並んでるようなのがあるんですけれども、やはりあの都会を中心としたところはですね、そういったスペースがないとかなかなか行けないとかっていう理由で、まあ、一箇所に、まあ、小さいこう仏様みたいなのがね、もう壁一面にこうザーってこう本当になんかデコレーションみたいな感じでされていたりするような、まあ、納骨堂が結構人気でして、でさらにはね、うん、立体駐車場分かりますか、はい、まあ、ほら駐車あの車をさ預けるじゃない、そしたらもう機械でさ、はい、ぐるん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 みたいな感じでさ、あの所定の位置みたいな感じで持っていかれるような感じの、うん、そういった納骨堂もあってね、うん、で自分がこうやって IC カードを持ってて、 IC カードをピッてすると、うん、じゃあちょっと50秒ほどで、まあ、ご先祖様いらっしゃいます、こちらでお待ちくださいっていう、まあ、観音扉の前で待たされるわけよ。そしたらもう機械がさ、うん、その納骨 の、 そのご先祖様がいるところからこうシュッてこう機械からボワーンってこう上に持ち上げてきて、最後50秒後にタタターンみたいな感じでさこう観音扉でこう仏壇が開くみたいな、でそこでお参りをするみたいなのがあって、でもそれがねもうハイテクすぎて私びっくりしちゃって、そして、まあ、さっき言ったその壁一面のね、その仏様がこう、まあ、クリスタルみたいな感じの仏様が並んでて、それが LED ライトアップされてるんですよ、もうブルーとか紫とかオレンジとか、でそれが本当なんかさチームラボンのさ、ああいうなんか光と音のファンタジー会場みたいな、ああいうそう演出みたいな感じで見れてね、まあ美しいのとハイテクなのですごい驚いちゃったっていうのニュースですね。みんな知ってた、こうなってることを。なんかね、ちらっと見たことありますよ。なんか CM かなんかでちらっと見たかもしれない、うんうん、でも忘れてた、言われるまで。いやそう、いやハイテクもすごいで、やっぱり世界も驚きっていうか、日本すげーみたいな、そのトラディショナルのハイテクかみたいな感じでさ、ああそうそういうな感じでしたね。でも今後もなんか増えていくみたいですよ、やっぱりこういう形式っていうのは。あ、まあ土地も足りないでしょうからね、うん、土地も足りないし、あとやっぱりほらそこにいるだけでやっぱり前お供養とかしてくれるし、お掃除とかも必要ないしね、お花とかのさ、うん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 、そういったところも安心みたいな感じですよ。じゃ あれね、ちょっと前まではさ世界に対してトイレで驚かせてたけど、あ、それからはお墓の時代かもね。そうかもしれないね、うん、そうなんですよ。実際に墓石とかもすっごい高いですからね。そうらしいよね、うん、まあ、でも確かにさ、お墓にさ自分が死んだ時はちょっと外のお墓に入れられるとちょっと寂しいなと思うんだよね、やっぱり、うんうんうん、なんかね、だから私もさ、はい、もう散骨でいいとかさ、キラキラ、そうそうそう、もうさ、うん、別にあれは、ね、死んだらもうどうにでもしてくれみたいな、もういないんだしみたいな感じで思ってたんだけど、うん、そう、お二人はどうですか、お墓だったりとか、そうやっぱりちょっと入りたいと思ったりする？私は結構散骨派ですね。あー、はいはい、はい、なんかばらまいてほしいっていうような、なんかばらまいてほしいそうそう、思い出の場所に散りたいみたいな、はい、そういう感じでしたけど、うん、ローズさんはどうです？いや、あんまり考えてないですまず、まずは親のね、まず 親には散骨って言われてますけど、でもなんか散骨した人って多くないですか最近？多い多い、ね、だからちょっと私は環境が気になって、うん、逆にねみんなの位牌でこう、はい、層ができちゃったりとかしてね。あ、そんなね、ローズさんにおすすめなのはね、私この間見たのがね、その位牌をダイヤモンドにできるっていうのがあって、それがね身につけてられる、なんかねスイスの会社とかでやってるんですよ。位牌をそこに送るとダイヤモンドにしてくれて戻ってくるんだけど、うん、でもね 0.2 カラットで20万円とか、1カラットとかになると、うん、もうやっぱり100万超えちゃうぐらいの、そんな感じでしたよ、値段設定としては。でも、まあ、その大事な人のね、肺が、まあ、ダイヤモンドになることで常に身につけられていられるとか、そういったところはあるみたいですけど。それね、うん、親のはつけないよね、うん、なんか最愛の旦那様とかだったらちょっとわかるけど、うん、親のはいいよね。いや、なんか常になんか見張られてそうじゃん。なるほどね。
そういうのもあるかも。確かにね、まあ、いろんなね、そう、あの親子の形が、うん、でそれに当てはまればぜひ私もダイヤモンドになりたいなと思いましたけれどもなりたいな見守りたいだよね、ダイヤモンドから見守ってたいでしょそうだね、そうだね、うん、ありがとうございました、面白いですね、はい、では今回のコラムご紹介させていただきたいと思います。今回のコラムは2022年4月6日アメリカ在住の野田理恵さんが書いてくださったコラム、アメリカの転職事情、なぜアメリカの会社員は転職し続けるのかというコラムからおしゃべりしていきたいと思います。うん、はい、転職ですね、うん、アメリカの働き方みたいなところですけれども、うんうん、まあ、転職、そうですね、うん、そうそう、ね、アメリカの平均転職回数は6回って書いてある、うん、6回から10回、結構多いよね、そうそう、うん、確かに、一社に対する平均勤続年数は4年ぐらいってね、短いですよね、確かに、うん、なんならほらバイトでもそれぐらいやってそうじゃないですか、学生やってるやってる、ね、なんかもう店長クラスになっちゃう人とかいるじゃないですか、いるいる平気でいるわ、そう考えるとやっぱりね多いですよね、うん、なんか気楽な感じかもがするよね、4年でっていう感じだと、でもなんか私は緊張感があるなと思った、あ、どういう意味で、いやなんかずっなんて言うんですか、ここにずっと入れるっていう感じは安定感がある、あ、そうだね、うんうんうん、4年間って結構すぐ経ちますよ、経つね、なんか、なんか次のことをもう考えなくちゃいけないのかなって、うんうん、なんか大変だなって思っちゃいましたね、うんうん、確かにちょっと安定感とは違う感じだよね、なんかその常に転職を考えてなくちゃいけないっていうのは、うん、あ、そうだね、確かに、うん、なんかね気楽そうに思えちゃうけれどね、すぐに職変えるっていうのは気楽だなって、うん、そう、それはごめん、バイト感覚でした私そのすいませんあ、でもそうするとまあアメリカはのその雇用形態とかその会社員としての働き方も、うん、そのちょっと違うんでしょうね、一般的に日本人が持ってる感覚って、そうだよ、やっぱりもともとさ終身雇用制っていうのはないし、まあ、日本でもね減ってはきてはいますけど最近それはないし、うん、あとこのあれですよ、即日解雇もありえる雇用形態、そうアットウィル、そうこれ怖いよね、アットウィルっていうね、うん、そうそう、うん、そういう雇用形態の一つですよね、だから朝いつものように出所したら人事に呼ばれ、本日の3時までに私物を片付け社員証を返却しオフィスを出てくださいっていう風に言われちゃったりとかすると 怖い笑い事じゃないですよ ねこれ、うん、でもね映画で見ますよね、ダン、ね、ボール箱を持ってダンボール箱を持って、うん、そうそうそう、あのダンボールはやっぱり人事にストックしてあるのかしらねと思っちゃうよ ねなんかみんながさあまりにダンボール持ってるからさこれに詰めてみたいな感じでさそうそうそう人事に言われちゃうのかもしれない、下手するとさなんかもう詰めてあるの、うん、はいこれ持ってってみたいな、えあのドラマとか、ああ人のものをこんなところに詰めてみたいな、うん、そんなのもちょっと衝撃でしたけれども、まああり得るんでしょうかね、確かに、はい、そうだね、そして長く勤めても給料が上がりにくいっていう、あの原因の2つ目、うん、確かにそこはモチベーションには確かになりにくいもんね、長期で勤めるっていうか、した場合、まあ、満足してるお給料だったらいいのかもしれないけどね、このままこれが続くんだったらみたいな、うんうんうん、そうですね、うん、実際でもなんかあるかもしれない、マカオに行った時もなんかあの会社関連の知り合いで、うんうん、あの人も勤続10年だってみたいな話を聞いた時に、うんうん、仕事できないんだよとかみんなが言うから、みたいな、そう他に行くとこないんだよとか言うから、あ、そういう印象になるんだってすごいカルチャーショックだったのを覚えてますね、確かに、うん、そういえばオーストラリアのコラムニストのカオルさんもね、うん、あのまあ、日本でもう金融機関で20年ぐらいかな、うん、働いてて、でも辞めて留学して、うんうん、オーストラリアで働くことになって、まあ、履歴書を作ってる時に、そうだね、あの転職記録がないでしょ、1個しか職歴がないから、うんうん、これじゃダメって言われて、うんうん、こう慌てて、まあ、その間にこうトレーニングとかでやってたのあるか、うんうん、そういうのとかもして綺麗に1個じゃダメ、この年で1個はダメみたいな、ね、経験したのはとりあえず全部入れちゃおうみたいな感じのねそう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 、うん、なんだ、うん、
うん、私6回も転職したことないな。いや、ね、日本でね、うん、それしてたらちょっとこの人大丈夫かなって感じありますよね。採用されなくなってくるよね、うん、だんだんね、なると思います、うん、あるいはねすごい面接の時にどうして転職したの、何があったのみたいな、うん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 、そうだね、あれそうですね、確かに、うん、ノーツさんはなんか転職のなんか思い出とかありますか。いや、まあ、転職っていうか、まあ、私数か、うん、あの数ヶ月前に就職活動をしたので、うんうん、はいはい、まあ、ちょっと、まあ、オランダとは違うなと思いながらもすごく興味深かったですね、この今回の記事。オランダだとね、やっぱりここまで転職はしないかな、まあ、やっぱりみんな転職のことはちょっと頭にあるけど常に、うんうん、でもこんなにポンポンしないんじゃないかなと思いましたね。そうですよね、で、うん、で今実際うちの会社の人もやっぱりあのオランダ人の人たち長くて普通に10年とか10年以上のザラにいて、うん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 、まあ、一つはその会社の居心地がいいんだろうなって思いますけど、うんうん、なんかイメージよりはそんなに転職しないのかなって思いましたね。そうですね、あの私もネットで調べた情報であれなんですけども、うん、2016年のデータをもとに2018年に発表された内容でいうと、はい、オランダ の, あの男女合計の勤続年数は 9.8 年だそうですね。で、あ、か約10年ね、うん、そうですね、約10年、日本はね 11.9 年だから、まあ、約12年、うんうんうん、でもそんな変わらないんですね。そうですね、はい、40年ぐらいでしょ、40年以上か、20働く、ね、うん、うんうんうん、ね、あの新卒で入って定年までいったら20年、あ、40年以上だから、なんかもっと長いイメージがありましたけど、うん、結構違うんですね、うん、そうですね、で実はあのイタリアがこのデータによると 12.1 年なので、うん、日本よりちょっと長い、へえ、はい、で逆にやっぱ少ないところで言うと、うん、やっぱりアメリカが 4.2 年とかですね、うん、まあ、うん、さんがおっしゃる通り、うんうんうん、とあと韓国が 5.8 年とかでした。短いんだ、うん、なんかちょっと意外ですね。ね、うん、なんか日本に近いと日本と同じような文化で長く勤めるのかななんて思ってたんですけど、そういうわけで、うんうん、そうなんだね。イタリアが長いのは何なんだろう。日本とちょっと似てたりとか、やっぱり今、まあ、あの、何だろう、労働組合が強いとかそういうのもあるのかな。ね、あ、なんか強そうなイメージありますね。なんかね、よく、うん、ストライキしてたりとかね、するかもしれないし、その雇用者の権利だったりとか。あとはでもほらさ、イタリア人って情が深いイメージあるわよ、私。だからやっぱりなんかさ、そうですね、そうそうそう。やっぱりなんかちょっと、さあこうしてもらったらじゃあこう返そうみたいなさ、ちょっとなんか恩義みたいなのもあったりするのかしら、ね、みたいな人情的なところが結構強いようなイメージが私もあるよね、うんうんうん、家族企業とかね、あ、家族企業のせよ、確かに、うん、ありそうですね、あとそういうのもあるような気がしますね、うんうん、確かにそうですね。なんかあとは、うん、あのもっと給料、 あれですね、なんかあの私はあの子供をなんか毎日保育士さんに預けてて、でもなんかその、うんうん、あの私立の保育園なんですけれども、うん、なんか募集してるのを見たら給料がなんか意外と普通で、うん、もっと上げてもいいんじゃないとか思ったりとかしたんですよね。で、あ、そう、うん、でもやっぱりあの保育士さんってやっぱ女性の方が多いから、あの、うん、そんなに長く勤めなかったりとかするわけじゃないですか。やっぱり多分短いサイクルで転職したりとか、やっぱり働くのやめたりとかしてると思うんですけれども、うんうん、なんかもっと高い給料にしてもいいんじゃないかななんて思ってて、なんか2人はなんかもう少し賃金上げてもいいんじゃないかなっていうような職業ってなんか思いつくのありませんか？ね、やっぱ保育士さんとかよね、え、普通の給与ぐらいだった、なんか普通の給与もよりね、もっと低すぎるから、うんうん、え、これで生活成り立つのって思う、うんうん、というイメージがあったけど、うん、私もそう思ってた。やっぱり近年ちょっと見直されてるところもあって、うんうん、昔 ね、数年前に言われてるよりかは多少は上がってるような気が、改善されてるんだ、うん、あ、それならいいよ、よかったよかった、
でももっと上げてもいいんじゃないかなって、もうすごいお世話になってるから、もう気持ちがね、うん、いやそうよ、うん、でしょ、で、やっぱりでもほら保育料も上がるよ、そうすると。いや無償化ですから、もう。ああそうだ、ね、はい、そしたら税金が上がるよ。そうね、そ、税金は出そう、はい、もう子育て、社会全体で、子供はさ、そうそう、国の宝だし、国の宝だから、そうっていう風な、ね、ね、支えがあれば、うん、やっぱり若い方もね、子供を産みやすくなって働きに出やすくなってっていう、ね、うん、社会が循環していくんじゃないかなと思いますけど、うん、そうね、うん、あとやっぱりさ、やっぱり人と関わる、やっぱりそれこそ教育、学校の先生とかもそうだし、うん、あとやっぱり介護に携わっている人たちとかの、うん、やっぱりそこのなんか供給量だったりとかは、なんかやりがいとか、やっぱりさ、本当になんていうの、うん、すごい自分でもすごいなんていうのかな、労力使うと思うんですよね、なんか本当に心を使う仕事じゃない、なんかやっぱり人と、うん、ね、うん、そうそう、人と関わるっていうのがあるから、だからそこがちょっとやっぱりそこで満足いくに近いお給料が出てくれると、うん、やっぱりさ、ちょっとはなんていうのかな、その方たちのストレスとかも軽減されたりとかさ、多分たまに聞くじゃんね、うん、虐待だったりとか、やっぱりその閉鎖された空間で、うんうんうん、やっぱりその虐待起こっちゃったりとかさ、でもやっぱりそれはストレスが原因だったりとかさ、うん、まあ、そういったところはあると思うんだけど、うん、まあ、そこのちょっとね、一助となる的な給料は大事だよね。ね、でもなんか給与とか労働時間とか、まあ、内容とかによるけど、うん、そのサービス残業とか本当に良くないよね。あ、本当に良くない。そうだね。うん、だってなんか保育園とか、まあ、幼稚園の先生とかすごい一人一人にこうなんか手紙とかも、うん、とか、なんかすごい可愛い工作してくれて、これいつやってんのかなってこうもらうこっちが心配になるような。うん、本当に。うんうん、あの連絡帳とか地味にすごいよね。だってあれさ、クラスのみんなの書いてるわけでしょ。うんうんうん、その少人数の先生が、あれすごいなって思う。うん、そうだって、うちの息子こう海外とか、まあ、日本でもいろんな幼稚園とか保育園に通ってるけど、うん、日本だけだよね、ああいうのって多分。日本だけだよ。本当、あんな連絡帳なんてあるの。ね、なんかね、うん、一応あるけどね、なんかあんまり活用されてないし、まあ、書いてあってもちょっと文章がちらっと書いてあるだけで、あの可愛い工作とかない、うん、ない。あの先生にもよりますけど、あの迎えに行ったら、今日はね、なんとかくんが何々できましたよとか、うん、すごい細かいことを全部報告してくれて、うん、これクラス全員分やってるの、うん、っていうのが、そう、ね、そう、すごい衝撃でしたね。メモリのキャパ、メモリのキャパもすごいしさ、本当にすごい、あれは。そう、なんか保育士さんだから、子供もお世話になってるけども、先生が働いてるお母さんたちに気を使わせないように気使ってくれてるところが、うん、もう逆にこっちも面倒を見てもらってる感があって、うんうんうん、もう少しお給料上げられたらと思いましたね。そうだね、私でも転職するにしても保育士さんは絶対務まらないなと思いますね。思う職業の一つかも。大体そんな子供得意じゃないし、やっぱ、うんうん、なんか子供は好きだけど、うん、本当に命を守る仕事だから、うん、そう、大変だよね。そうだね。もう私もね、なんかもう本当に他の知らないお家の子供とかもすごい可愛くて、保育園に行くたびに結構なんか他の子に声かけたりとかしてるおばさんなんだけど、うん、なんかうんうん、こんなにやってたら私保育士できるかなと思ったけど、でもよくよく考えたらもうそういうレベルじゃないですもんね、本当に子供。そうかな。でもリサさんできそうかもね。うん、なんか本当にそう思うよ。なんか自分の子に接する時もなんかこう楽しそうだもん、うん、こんなママいたらなんかそこ、うん、そうそう、保育園の先生みたいにちょっと楽しそうと思う、うん。まあでもね、あと年齢もよりよね、3、4歳とか5歳くらいだったけど、もうちょっと0歳とか1歳とか結構にもう2歳とかカオスやんか。2歳、2歳とかさ、いやいや期でしょ。そうだね、うん、そうだね。いやだからもう、うん、はい、保育士さんはすごい尊敬してますね。うん、じゃあさ、2人に聞きたいんですけど、うん、はい、あなたのドリームジョブは何ですか？ドリームジョブか、ね、ドリームジョブはね、何でも、うん、何でもなれるとしたらどんな仕事をしたいですか？
いやなんかそれで言うとなんか本当さっきからさバイト感覚が抜けなくて申し訳ないんだけど私私ねいろんな仕事をなんか短期間でいろいろやってみたい。例えば1ヶ月から3ヶ月とかで、じゃ例えば今月は Uber Eats の配達やりますとか、はい、じゃ次の3ヶ月は、じゃ例えばなんだろう、まあ、ここの企業でちょっとプロジェクトチームに入ってみますとか、なんかそういうのでねいろいろちょっとやってみたいわ。はい、私も賛成です、それに。なんで本当、そもそもね、結構長続き しないタイプなのもあるけれども、やりたいのも、ウーバーイーツ私もやってみたいなと思って、で登録の途中まで行って、でもなんか、なんだっけ、顔写真とかなんかそういうのを撮らなきゃいけないのがあって、あ今ちょっともう晩ご飯作るか後でにしようみたいになってほっといたんですけど、後からなんかウーバーの方から登録を完了させてくださいみたいなこう連絡が来て、そうそうそう、あやんなきゃと思いながらも、もうそのまま今度別のに興味が移ったりとかして結局登録終わらず。そうそうそう、あるねですね、面白いね。でも いろんな仕事1から3ヶ月ってちょっと覚えて、それでもう次ってこと、はい、そうよ、大変じゃない、3ヶ月大変なんだけど、大変なりの多分充実感があると思うんや。でだって逆に言うとその3ヶ月で結果を書かないといけないじゃん。そうそうそう、パフォーマンスね、多分 その間に輝ける私っていうのを多分さ、なんか感じたいのよね私たち、多分ちょっとそういう、そう、そうなのよ。そういう意味で言うとポッドキャスター続いてるね、もう1年以上。そうね、もう私たちポッドキャスターって名乗っても大丈夫だよね、多分ね。大丈夫よ、もうこれだけ、うん、100回超えたし100回があれだ、今ね超えたし、うん、そうそう、副業とかさ、マルチキャリアとかさ、うんうん、そういう時代だからいいと思いますよ、うんうん、そっか、じゃあもう肩書きはもうポッドキャスターで、なんなら私そうだ、ね、1回目から肩書きポッドキャスターで言ってるからね。いいよ、名乗ったもの勝ちよ、名乗ったもの勝ちよ。そうそうそう、裏取りされないから、そうそう簡単にね。はい、そうです、そうですよ、うん、そっか。でもなんか意外とね、そう、うん、やってみたいものもたくさんあるけど、なんか言うほどでも職業知らないなと思った私。うん、職業わかる、うん、まあね、確かにいろんな仕事あるもんね、うん、そう、でもそうそう、なんか、まあ、期間、なんか 業種的にはどんなことやってやりたいの、ウーバーウーバーのライダーっていうんだっけ、ライダーの他には、ライダーもそうだし、いや普通になんか企業ので働くのとか、うん、業務もほらいろいろあるじゃん、うん、いやもう何でもござれ、ね、いい言われたら、うん、はい、はいっつって。でもさ、それはもう若い時はさ、本当にバイトとかインターンっていう肩書きでさ入ってできるけどさ、もうこの40代のさおばちゃんがさ、もうなんかしかも家族もいてとかさ、もう絶対みんなに、うん、え、なんであの人あんなフラフラしてるのとか、もしくはなんか記者か何かみたいなさ、潜入でなんか、ね、お仕事体験の記事とか書いてらっしゃる方ですかみたいな感じのさ、なんかそんなのも、うん。そうね、ありかもしんないよ、うん、その中にじゃあ3ヶ月間保育士さんが入っても全然いい感じ、いい、3ヶ月頑張れると思う、うん、全力でね。あとは、まあ、うん、ね、やっぱり小さい頃の夢でさ、うん、お花屋さんとかやってみたいもん。いい、わかる、うん、私もお花屋にも憧れるのよ。でも絶対冬は寒いから嫌だとかさな、夏にしようとかさ思ったりとかするんだけど、わかる、お花屋もやりたいわ。お花屋さんブーケ作ったのにバラバラバラって、わかる、そう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 。いやちょっとこれを聞いてくれてる人はこう共感しながら聞いてくれてるんだろうか。私全くすごいもう新しい概念で、3ヶ月って慣れるだけで、うん、まあ、私新しい仕事入ってちょうど3ヶ月ですけど、うんうんうん、もうね毎日アップアップ言いながら新しいことを覚えて、うん、早く一人前になりたいって感じで、うん、やってるから、そこで今変えられないな、全然これからって感じ、うん、とかすごい新鮮です。うん、そうか、かっこいい、うん、そんな考え方があるんだね。いや、なれるんだったらローズタイプになりたいのよ私も。そうなのよ、私たちは。たまたまここが重なってんのかな、そう、5割5割飽き性なのよね
三日坊主だったら3日でできることをたくさん重ねてちょっと並びたいみたいなさ、継続できる人に並びたいみたいな、そういう理論でやってます私たち。はい、かえって大変だと思うんだけどね。まあでもなんだろうね、タイプの違いだろうね。ちなみにね、私のドリームジョブはという、まあいくつかあるんですけど、何何、外科医やっぱやってみたかった。似合う、大門、大門、大門みちこになりたかった。わかる、似合う似合う。あと、うん、あと女優でしょ、うん、ハリウッド女優。女優あ、ハリウッドか、ね、でももっと本格的にね。ハリウッド、あとハリウッドデビュー、うん、エンジェル投資家。それはもうローズさんしか出てこないね。なそうですかね、やりたい人結構いると思うんですけど。何エンジェル投資家、エンジェル投資家だから何かあの起業したいとかいう、そういう人にこう投資していいアドバイスする。はい、はい、可愛い投資家じゃないよ。そうそう、お金持ちの投資家ね。お金持ってる人、そうね、お金がいっぱいいないとできないよね。そうそう、お金いっぱい持ってる人ってことです。そっか、そうだってあんまりほら打率も良くないでしょ。多分10社と投資して1件いけばいいとか、そんなレベルだと思うんだけど、でもすごい夢があると思うし、面白そう。だからさ、いろんな人がさ、ローズのところに来てさ、うん、私こんな、考え、ビジネス考えました、お金出してくださいお願いしますみたいな感じでさ、それでそうそうっていう風に行くんだよ。で私とかさ、あのリサさんがね、ローズさんとお金出してくださいっつって、そうそうそう、ね、うなぎの養殖したいんですとか言いながらさ。その辺はシビアに見ますからね。そう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 、ね、うん、でちょっと話はそれましたけど、今日海外就職の話ね。でも2人は海外、そうそう、海外で働いた経験あるもんね。とはいえですね、ローカルの企業っていうわけではないからね。私の場合日本企業だったりとかしたので、あんまりその、そうだね、海外でもう最初から英語の CV 書いて書くのにすごいなんかさ、あの気合い入れて書いたりとかあんまなかったかな、そういったところは。へえ。なんかあとはやっぱりコネクションっていうか紹介で入ったりとかしてるのが多かったからね。私ちゃんとね、真面目に就職活動とかした記憶がないです、すいません。でも多分さとこさんがそう感じてるだけだよ。そうかな。こう就職、職探しってどんな感じですることが多いですか？ちなみに私の場合はですね、今回はあのオランダの商工会議所、やっぱり日系企業がとか、いい、登録とか日系関連のオランダ、まあ、全部あのオランダでこう登録しないから、まあ、しないといけないからオランダ企業にはなるんですけど、そこで見つけたところでご縁がありましたね。ああ、いいですね、いいですね。あと他にもエージェントにも登録して、そちらでもあのお話はあったんですけど、結局ご縁があったところはあの日本の商工会議所 JCC。いいですね。私もね、マカオにも多分エージェントあるんだろうと思うんですけど、私まだ登録したことはなくて、でもまあ求人サイトを見て、CV 送ったことがあるかな。まあ、返事は来ないっていうパターンでしたけど、でもやっぱり一番多いのはね、人づてかな。例えばちょっとこういうのを仕事したいなとか、もしなんか話あったら教えてみたいなことを、まあ、振っといて、知り合いだったりとかね、そうすると、まあ、話が来て、こういうことあるらしいよ、受けてみるとか、そんな感じで私はつながってることが多いかな。やっぱりね、マカオってすごい小さい町、68万人ぐらいしかいないからね、なんかそれほどやっぱり商工会議所とかあんまりなんかエージェントとかも大きくはないよね、なんかイメージ的に。確かに、だからコネが強い。知り合いづてで入れたらなんか楽というかね。楽よ、はい、ね、あと入った後もさ、あんまりなんかきついことを言われなそうみたいなことはありますよね。そうだね、いきなり首とかできないと。確かにそれはあるかもしれないですね。ね、でもだからね、そう、日本にいるときはなんか人の紹介でとかっていうのはなんかもう絶対考えられないとか思ったんですよ。どんなコネクションとかさ、そう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 思ってましたけど。ああ、日本の方がほらやっぱ知り合いが多いじゃない、親とか親親戚。ああ、はいはいはい。だからなんか多そうなイメージだったけど、でもマカオはでもある意味そういう意味では特殊なのかもね。こう特殊、小さいとこだしね。人と人との関係が密なのかも。特に日本人で探してるってなったらもう本当少ないところで。そうなんだよ。探すことになるでしょ。
そういったところはありますね。そう、あと転職はさ、もう私たちの代になるとさ、もう本当に転職ってやっぱり若いほど有利じゃない？で、企業側としてもさ、やっぱりちょっと年いってて年収今までいくらもらってきたんですかみたいな、それを踏まえてのお給料出さなくちゃいけないとかさ、いうのを考えると、まだやっぱり若手でさ、まだちょっとコストも抑えられてとか、あとはやっぱり結構企業の言うようにみたいな、言うようにっていうかさ、まあ、ちょっと試行錯誤もできるみたいな感じでさ、って思ったらやっぱり若手を取るじゃんね。うん、でもだから、そうそう、やっぱり年齢に対してそれなりの給与を出さなきゃっていうのが会社の方にもあるから、うん、そこがネックだよね。なんか例えばだって未経験業務とかだったらね、その社会経験はそれなりにあっても、やっぱりそのずっとやってる同じ年齢の人ほどできるわけじゃないだろうから、そこは別に年齢にとらわれなくてもいいと思うけどね。そうですね、あとやっぱりさ、こう日本の感覚でいくとさ、やっぱ就職してからなんか新たにこうスキルアップして、なんかどっかに通って勉強してとか、なんか大学院にちょっと行ってみてとかって、そういうのってあんまないけど、そうそうそう、そういうのがもうちょっと気軽に、まあもちろんね、やってる人はたくさんいると思うんだけど、なんかそういうのは気軽にできるようになっていけば、なんかこう年を重ねていってもなんか武器になるものすごく、でこの装備が増えてくんじゃないかなっていう風に思う。なんかブラジルがそうだったよね、前 YouTube でさ、ブラジルのコラムニストのひろみさんに聞いた時に、やっぱり結構みんな働きながらで勉強で、やっぱりキャリアを積んでいくっていうの でやっぱりその資格を取るとやっぱり給料も上がるっていうイメージだって言ってたもんね。だからやっぱり頑張ってね、夜間の学校行ったりとか、土日に学校大学院行ったりとかしてるっていう話があったね。結構それがフランス、まあ、大学はね、社会人になってから行くものみたいな、なんかそういう認識もあるって言ってたよ。へえ、そうですね、私も今引っ越しやら子供のことやらでおたおたしてますけど、落ち着いたら大学院行きたいですもんね。あ、そう、何学ぶん？マネジメントかな。おあ、そっち、そういうの好きなので、もうちょっとなんか、一回アカデミックに戻りたいですね。あ、そうだね、確かに大学に戻れるっていうかね、まあ、確かに今から学べるとしたら、まあ、学ぶにもさ、ちょっと時間とさ、お金の余裕とさ、お、学費がまだ結構高いからね。そうだよね、がかかってくるっていうのはありますけど、私それで言ったらね、なんかまあ、特にほらお金も時間も、まあ、今何も考えないとして適当に、まあ、言えるとしたら、私ね、看護師にねの勉強してみたいわ、やっぱりちょっと。看護師いきなり違う医療系、医療系、そうそう、医療系、何年かかかるよ、何年かかかるよね。でもさ、やっぱり手に職は強いと思うんだよね、なんか。そうだね。なんかさ、もう自分がフラフラしてるさ、この不確実性の中にさ、何か確固たるものを持ちたいっていうさ、私のその気持ちの表れなのかもしれないけどさ、何かこう手に職をみたいな感じのなんかあるかな。なんかね、どこの国に行っても通用するとか、通用するよ、国際看護師さん。そう、あと自分一人になっても一人でもできる仕事、例えばなんかあの美容師さんとか、そういうのもね、あるなっていうのあります、私は。まあね、あるといいけどね、あるとそう強いけど、でも私どうだ、今更なんかそっちに そこまで変えたいなとは思ってなくて、それだったらその資格じゃなくて、例えばさとこさんだったらコミュニケーション力だとか、語学力とか、そういうのでも全然強みになるよね。そうだね、まあ、そこのみの強みでやってきましたからね、私なんか。いやでも、ね、一つでもある、あることは大事ですから。本当よ、まあでもね、そう、武器が多い方がね、なんか選択肢も増えるけれども、いやいや、そう、多ければ多い、多ければ多いほどいいってわけじゃないです、それはちゃんと活用できてるかどうか。ああ、まあ確かにね、持っててもってこと、宝の持ち腐れ的な。そうそう、だってほら資格マニアみたいな人がいてさ、いっぱい持ってるけど、本当それが逆にマイナスみたいな。あちゃんとそのキャリアに沿ったものが必要で、それをちゃんと使いこなせるかっていうことが大事じゃないですか。そうね、だからそういう意味で私今回就活をしてみて、
この世界ユーマの活動ってすごく評価してもらえたんですよね、うん、おゼロから作ってこう運営してきてある程度、ねうん、年数だって、うんうんうん、確かにね、いやそれは評価しますよ。世界ウーマンでここまで広げられたのはさ、うん、ローズの、ね、そうだよねやっぱり、うん、世界の、はい、いやでも自分ではまだまだだと思ってるし、まだまだこれからだと思ってるし、うん、全然評価してもらえると思ってなかったから、うん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 、すごく意外でしたね。あそう、うんうん、だからた多分自分が今やってることとか、うん、これまでやってきたことをうまくアピールするとすごく就職に、うんうん、いやそうよ、その本当そう、なんとかしとかじゃなくても、うん、こう続けてることってやっぱ強いなって思ったかな。そうだね、続けてることはさ、うん、多分自分にも合ってることなんだろうしね、それがさ、そうだね、うんうんうん、大変だけどね、うんうん、そうだね、そうですよ、うん、まずは確かに続けられてることにちょっとフォーカスしてみるのもいいかもしれないね。だって転職活動ってさ、ね、つまり自分を売り込む営業活動でしょ。そうね、うん、そうそう、だからすごく自分探しにもなしなくちゃいけないしね。そう、うんうん、でなんか懐かしいな、うん、昔のエントリーシートとか思い出したわもうあの時にもうぶち当たりましたよね、自分がわからないみたいななんかこう変な道に入っていっちゃって、私は誰みたいな、なんで生きてるのみたいな、なんかそういうところまで遡ってなぜ生きてるのは、そうそうそう、そこまでいくと変な沼にはまるけど、でもねやっぱそういうところ大事ですからね、うん、そこから自分の強みを見つけていってアピールできる、そうだね、うんうんうん、うんうん、っていうのも早いうちから子供に伝えていきたいですけれどもね、うん、自分がぶち当たったからちょっと子供にも伝えたいなって思いますね、これね、でもその壁にぶち当たることもいい経験だよね、うん、いやそうよそうよ本当に、じゃないと分かんないの、うん、壁にぶち当たる、うん、そうだよね、で、うん、私ってここ弱かったんだとか、うん、私これで落ち込むんだとかさ、そういったところもさ、うんうん、あったりするし、確かに、うん、かそういう意味ではなんかこのアメリカみたいに転職のチャンスがいっぱいあるってこう自分を見直すきっかけにもなるかもしれない、うん、そうだよね、うん、そうそう、だからさちょっと自己肯定感高いっていうかさ、そういうのもあるんじゃない、うん、アメリカの褒めて育てるじゃないけど、うん、あなたこういうとこもいいのね、こういうとこもいいのねとかさうんうん、うん、もうそうそう、プラウドオブユーみたいな、ここも誇りに思うわみたいなのがさいっぱい持ってるとさ、やっぱりね、うんうん、いいね、そういう転職だったりとか、うん、いろんな機会につながるわ、うん、あと絶対ね何かこう自分の弱いところとか聞かれた時の切り返しとかね、うん、切り返しねそう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 、そういうの強いんじゃない、年を重ねるとさ、あ逆そうだね、ね、そう思いますよね普通は、でもねみたいな感じのさそれがねみたいな感じそうそう、確かに若い時の倍ぐらい喋れるようになってる気がする、うん、そうだね、うん、あじゃあそこが魅力だじゃん、うん、年を重ねて経験積んでくるとねやっぱり、そうだね、そうだね、あとあれよね、なんか、まあ、結婚生活だとかさ子育てとかでもすごい成長してると思うよね、うんうん、いや忍耐力よ、もうレベルが格段に違うよそうね、忍耐力はついてるよね確実に、うん、格段に違うよ忍耐力、だからさ、うん、あの女性のキャリアもさその結構中断しちゃうことが多いですよ、うんうんうん、その後やっぱり戻れるようなにね社会が、ね、少しずつ変わってるって聞きますけど、うんうん、やっぱ子供が小さい時大変ですよね、大変ですね、今、うん、うちの妹が1歳と3歳で、まあ、フルタイムで働いてる、うんうん、で今すごい忙しい時期なんですよ、週末とかも出勤してるような感じで、うん、そっか、まあ、なんか大変、ね、大変そうですね、うんうん、大変だよね、いやフルタイム大変だよ、1歳3歳でしょ、だいたいみんな保育園までダッシュしてるもんね、うん、お母さんたちあのあこのその時間だみたいな、お迎えの時間になるとさ、うんうん、でさ私はその時期仕事をしてなくてさ専業主婦だったんだけど、うんうん、子育てが落ち着いてから仕事に戻ってるじゃない、うん、会社に戻って、うんうん、全然ねあのブランクないと思う自分で、
まあ、違う自分でフリーランスでその前働いてましたけど、うんうん、でも全然多分会社員を続けてる同じ年代そんなに変わらないんじゃないか、まあ、違うスキルがついてるかなってところは感じるので、もうだって主婦とか育児も立派なお仕事ですからね、本当にっていうかね、あの専業主婦の方がすごい大変です。すごい大変そう、毎日にしかも24時間年中無休、休みないですもんね。そうそうそう、で、うん、なんか無休だし、もうそうだ、うん、いやそうですよ。いやなんかもう本当だよ、ね、あれを乗り越えてきたら何でもできる気がする。そう、何でもできる。そうだね、うん、そうだね、確かに。魂がもうムキムキだもん、本当にいろんなのに魂がムキムキ、すごいね、かっこいいわ、いいね、魂がムキムキ、うんうん、一皮むいたらムキムキって言われるよ、ね、そうかっこいい。いやでもそうそう、世の中のお母さんもそうだと思うわ。そうだよね、そうそう、本当にちょっとやそっとじゃない、うん、本当にそうよね、本当そうだわ、うん、ですよ、 そう、うん、そこが魅力ね、じゃあね、そうですね、うん、そこです、アラフォー、はい、だから明るい未来がありますよ、はい、本当にはい、本当そうだと思います、はい、というわけでね、コラムね振り返ってみたいと思います、うん、今回のコラムは2022年4月6日アメリカ在住の野田理恵さんが書いてくださったコラム、アメリカの転職事情、なぜアメリカの会社員は転職し続けるのかというコラムから3人でおしゃべりしていきました。はい、はい、ここでイベントのお知らせ、さとこさんお願いします。はい、5月の、ね、世界ウーマン交流会のお知らせです。5月の5日子どもの日ですね、こちらは木曜日になりますけれども、日本時間午後8時から折り紙を楽しもうの会です。こちらですね、やっぱ折り紙といえば世界の、日本が誇る、世界日本が世界に誇る文化か、うん、折り紙、うん、でなので、そうそう、これで今回はね、カエルと猫折ってきますから、皆さん猫折ったことある？鶴はね、もちろんあると思うけど、猫はないでしょ。この機会にね、ぜひ猫にトライしてみませんか。猫、うん、全身の猫なんでしょ、しかも。そう、それも、ね、全身猫よ、すごい可愛いの。へえ、うん。これはちょっと家に飾りたくなるっていうか、自慢したくなるような可愛い猫ができますので。そうなのよ、自慢したくなるぐらい、ちょっと中級なんだけどね、途中うーんってなるかもしれないけど、でも頑張ってみんなで作ろうっていう、そういうやつです。はい、頭の脳トレにもいいですし、そうそうそう、うん、親子時間にもねいいので、ぜひあのお子さんとねご参加いただくのも大歓迎ですので、ぜひぜひ、はい、参加ください。お待ちしてます。待ちしてます、はい、詳細はこちらのエピソードの概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。そして現在、回答募集中の質問がございますので発表させていただきたいと思います。はい、フリマで売ったものあるです。フリーマーケット、うん、まあ、実際のやつでもいいし、うん、アプリとかでもいいってことですよね、うんうん、そうですね、そうですね、今だってね、うん、最近売りましたよ。お、あ、引っ越しだから、うん、そうだよ ね、 ね、結構売れる？意外と売れました。もうでも、もうあのすごく安くつけてたけど、うん、あの日本語の本とかね、うん、あ、欲しい人いるだろうね。うん、でね、またなんか売ったことによって交流ができたり、新しいその宅配サービスを知ったり、ね、結構面白かったですね。あ、送料って結構高いの、ね、オランダは。送料はね、まあ、重さによるかな。でも、うん、私はなんかの郵便局でとか、まあ、あと、うん、高い DHL とかその大きいところしか知らなかったんですけど、うん、結構スタートアップで、うん、とかもあって、そう、うん、あの大手よりも安く、ちょっと時間はかかったりするけど、でもそんな手間もかからず、アプリからヒュって申し込めるようなのがあったりして、へーみたいな学びの機会にもなりましたね。確かにいいですね、うん、そういうのねやってると脳トレもね、うん、あのできるんですよ実は。なんかね、私も最近フリマアプリ見てて、あの、
あの幼稚園とかにある壁面飾りとかあるじゃないですか、この厚紙とか、はいはいはい、あれが売ってたりするんですよね、完成したやつが。あ、なるほどね。そう、あれなんか、そうそう、あのもうね、あの60、70とかになった方でもね、まあ、チョキチョキ切りながら貼ってみたいな、おーおーおー作れて、あ、いいねって思いましたね。いいお小遣い稼ぎになるね。そうそうそう、そうそう、いいお小遣い稼ぎになるよね、うんうん、本当に本当に。だからね、あのとりあえず母に勧めておきました、こういうのやったみたいな。確かに、リサさんのお母さん器用だもんね。あ、そうですね、なんかアクセサリー売ろうかなとか言ってたんですけれども、うん、アクセサリーもいいけど、なんか多分あの見つけてもらうのがちょっと難しいかもよみたいな、自分のアクセサリーをね、うんうん、だからそれよりかは壁面飾りとか、あと折り紙とかね、キャラクター折ったりとかしてたりするんで、はい、なんか、あ、だからこういうね、フリマアプリの使い方とか知っておくと、なんかそういうのにつながるのかなと思って、うんうん、私もね、でもやってます、うん、フリマアプリで子供の服売ったり、うん、あ、そう、うん、そうよね、今はそう言ってたわ、はい、そうですね、結構売れるんだよね、うん、なんか本当にビビったるものだったりしますけども、うん、なんかあの手取りがもう何百円とかだったりしますけど、でも何枚か売ってるとなんか、うんうん、あのお買い物でポイント貯めるとかよりずっと早くお金になりますよね。あ、確かに、うん、そうだよね、何よりほら有効活用してもらってるのが嬉しいよね。そうですね、そうだね、うん、そう、 うちもやっぱゴミもね結構出してますけど、やっぱり、うんうん、引き取ってもらえたら本当嬉しかったです。はい、なのでね、うんうん、リスナーさんの皆様もこんなの売ったよとか、逆になんかね、うんうん、買ったよとかあってもね、こんなの買えましたみたいなのあっても楽しい。確かに、 あとなんか世界のあのアプリとか、そのサービスのこととかも、もし教えていただけたら知りたいですね。あ、気になるね。うん、うちの国ではこのアプリが人気ですとか、そういうことね、うんうん、日本もね匿名配送とかありますもんね、相手の住所知らなくても送れるとか、そんなのあったらぜひ、ツイッターやインスタグラムのメッセージやコメントに書き込んでいただいてですね、あの教えてください。私たちがチェックしてですね、次回のエピソードの時に発表させていただきたいと思います。はい、はい、ここまで、それではですね、ここまでのお相手はナビゲーターの本田理沙と、事務局の周里子と、ファウンダーの藤村ローズがお届けしました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの概要欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せくださいね。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。